はい、皆さんおはようございます。今日も中央のテトラに来てます。今日はね、だいぶね、波もあって、ちょいも高くて、強そうな雰囲気してますね。じゃあ早速ですけども、始めていきたいと思います。めちゃくちゃ強そうな雰囲気ですね、今日は。やっぱり同じ展開ですね。日が昇らないと当たりがないかもしれない。ちょっとね、待ってみます。めちゃくちゃ当たりましたね。やっぱりね、ちっちゃいのしかいないんですかね、僕ね。これも10センチ目の重みがまるでないですね。まあ、ちっちゃいのもいるってことは大きいのもいるってことなんで、ちょっと引き続きやっていきましょう。ほら、入ったよ。お、ちょっとでかいの来ましたよ。ほら、ちょっとでかいの来た。何センチか。はい、18ぐらい、18、9ぐらいですね。はい、ありがとう。やっぱりね、ダメズミもいいシーズンが来たっていう感じがしますね。はい、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 初めて視聴者さんに出会いました。感動です。はい、4匹目がちっちゃい。はい、ちょっと何匹だか分かんないですけど、ちっちゃいのまた来ました。ちっちゃいです。10センチ見る。はい、ありがとう。今日パソコンいないですね。いい当たりでしたね、今のも。
ひったくられました。今のはなかなかいい当たりでしたね。
でかい。これでかいぞ。カサゴですね。やっと上がってきました。どっかに引っかかってたんでしょうね。これね、これ相当でかいですね。25ぐらい。でかい。そうですね、25ぐらいですね。カサゴまた出ました。ありがとう。やりましたね、今日もね。今日も15番出ました。みーちゃんね、さっきね、ちょっとね、やめようかなと思ってたんですけど、続けてよかった。もうまだ来てますよ。これもちょっと若干重め。あ、また引っかかった。また引っかかっちゃいましたね。ダメですかね。今ちょっとさっき引っ張られたんですけど、ちょっと強めに引いちゃいました。待ってみましょうか。お、ちょっと若干外れてます。おっと上がった。はい、上がってきました。今度はムラスイでしたね。ちょっとデカめですね。上がってきました、やっと。はい、これが18か19か18か19かな。はい、じゃあ今日はこれで終わりにしましょう。もうそれ言っちゃいました。何匹目か分かんない。でももうちょっとやろうかな。まだ早いですよね、時間。ちょっとちっちゃいのやつ続いてましたけど、朝からやっぱでかいのいいですね。重みがあって魚がかかった瞬間にも重さが分かるんでね、やっぱ気持ちいいですね、大きいのはね。当たってます。また引っかかった。あ、抜けた。はい、またちっちゃいの来た。何匹目でしょうか。はい、10センチ、12センチぐらい。はい、ありがとう。なんつった。結構いますね、今日は。ちっちゃいですけどね。はい、16ぐらいありますね。はい、ありがとう。今ちょっと早めに合わせてみたつもりですけど、どうでしょうね。ちょっと帰ってビデオを見てみましょう。今日はね、これまでにします。今日も中継、しました。状況的には中潮の、結構満潮の時から、今ね、だいぶ下げてきた状態ですね。
もう今週も出ました。朝ごはんの大きいやつですね。25度ありましたね。ちょっとね、風が強くてね、寒いんでね。普段だったらね、もうちょっと続けてるんですけどね、今日はこの辺で終わりたいと思います。今日、視聴者さんと初めてお会いしました。まあ、お礼にブラックにでもあげればよかったなって、すごい後悔したりしてます。今日もこれをしていただきまして、本当にありがとうございます。この差を持ってる。で、さらに、首に、カメラをつけてるという人を見かけたらですね、ぜひ、声をおかけください。はい。それでは、皆さん、ご視聴ありがとうございます。またねー。